はい、どうもこんにちは、とちです。本日はですね、こちらレッドストーンやっていきたいと思います。で、前回というか1ヶ月ぐらい前にこちらのレッドストーンの、10年ぶりにレッドストーンにね、ログインしていましたっていう動画を、投稿したんですけれども、意外と反響が良くて、で、コメントとかもね、いっぱいいただいたんですけれども、その中でね、特に多かったコメントが、これから、復帰しようかなって考えてる方ですとか、今復帰したよっていう方が結構いまして、で、その中でも特にコメントで、言われているのが、過疎に対して、ゲームの中の、今プレイヤーってどれぐらいいるのかなっていうのが結構やっぱ不安に思ってる方結構いると思うんで、このレッドストーンの動画本当は、前回の一回きりで、単発で上げようかなと思ってたんですけれども、今日はね、ちょっと、こちらのレッドストーンの中の、人がね、どれくらいいるのかっていうのを、探っていくといいますか、確認していこうかなと思います。で、今回なんですけど、前回このことのブルンネンシュティングの方で、いろいろと懐かしいものを見てたんで、今回はね、多分みんなご存知の、砂漠のね、都市、アリアンにちょっと行ってみたいなと思います。アリアンはね、どこだっけ？ワールドマップの、この左上ですね。砂漠の都市じゃないね。オアシス都市だね。で、ここ行くのに、こんだけちょっと道があってね、大変なんですけど、ちょっといろいろ、見ながら、走ってね、行きたいなと思います。はい。じゃあ、アリアンを目指して、行ってみましょう。はい。ちょっとね、本当は、スフィアとか、絨毯とか、そういうのあったんだけど、今ね、持ってないんで、しょうがないんでね、とりあえず、走っていきたいなと思います。あ、CP 足りねえな。あ、そうそう、CP 足りないといえば、そう、これでね、チャージできるっていうのを思い出しました。で、どっから行けばいいんだっけな。この左上かな？左上から、これなんだ？あ、洞窟か。左上から多分行けると思うんで、バベルタイガ。ちょっと確認しながら行こうか。こっちがバベルタイガの中央プラトン街道、グレートフォレスト入り口の方から行こう。結構これ遠いんだよね。多分。結構遠いからさ、話すこともなくなってきちゃうんだけど。こっちかな。じゃあ走ってこう。大変だ。ね、やっぱね、復帰する方っていうのが結構いるっていうか、復帰を考えてますっていう方結構いて、ちょっと驚いたんですよね。やっぱね、みんな昔やってて、懐かしいなと思ってやる方ですとか、昔ね、課金ができなかったから、今、大人になって、ちょっと課金してがっつりやりたいなって方も結構いるみたいで、やっぱね、ちょっと、サーバーが3つに統合されてるんで、全体的にはね、人が少なくはなってんのかなっていう感じなんですけれども、一個一個のサーバーに関しては、そこまで多分人は少なくなってないと思うんですよね。この前のことの、様子を見てもらえばわかると思うんですけれども、やっぱね、なんだかんだで人は結構いる。というか人いなかったら多分ゲームはもう、あれですよね、サービス終了になってるはずなんで、そういったところから見ると、まだまだ大丈夫なのかなと
まあ、わかんないけど。テレポーター、あ、テレポーター？なんだっけ、これ。テレポーターなんて言ったっけ？これなんか、どっか飛べるんだっけ？ミラーダンジョン。なんだろう、ミラーダンジョンってなんだ？入り口付近1-1、1-2。閉じる。ちょっとわかんねえな。まあいいや。とりあえず走ってこう。あ、でね、この動画なんですけど、サーバーは、なんて読むんだこれ、ストラセラットかな？うん。わかんない。なんか、S サバっていうのかな？わかんないけど、まあ昔ちょっと自分、赤サバでやってたんですよね。レッドエメラルドかな？うん。っていうサーバーでやってて、まあそれがね、いつの間にか統合されてて、今のこのストラセラット、わかんないけど、っていうサーバーに名前が変わってたんですよね。なんで、まあ、今回は、その S サバの、その様子っていうか、人の多さを、まあ、見てもらえればいいのかなと。ちょっとね、他のサーバーは、どんな感じになってるのかわかんないんですけど、てか、ここ気持ち悪い。なんだ？気持ち悪いこれ。この、ハスコラみたいになってるぞ。で、どこ行けばいいんだ？サウジ砂漠。あ、砂漠ってあれか？なんか道迷うと戻されちゃうやつだっけ？違うか？ちょっと覚えてないけど。どっちに行けばいいんだ？砂漠でいいんだよね。グレートフォレスト。西プラトン街道。西プラトン街道でいいのか。じゃあ、この西の方に行けばいいのかな？いや、だいぶちょっと、忘れてるな。忘れてるんだけど、妖精たちの雲の糸。こっちか。さあ、進んでこ、進んでこう。走れ、走れ。で、走るとね、CP がなくなっちゃうからね。ちょっと技が使えなくなっちゃうんだよね。あ、そうそう。この前思い出したんだけど、このドラゴンの心臓ってさ、なんかCP を最高値にずっとというか、決まってる秒数、この維持するっていうさ、なんか能力があって、ギルドバトルで使ってたのを思い出しました。うん。こっちはなんだっけな。こっちは速度、原石。ちょっとあんまり覚えてない。よし、次の、マップにもうちょっとで移れる。意外と近いのかな？あと2個ぐらいだったよね、さっき見たら。これテレポーター？ははは、こんにちは。良いお天気ですね。うん。天気はいいよ。よし。こっから、さらに、砂漠村林県に行けばいいのか。砂漠村林県に行こう。多分このまま西の方に行けば多分大丈夫だと思います。いやー、アリアンといえばね、やっぱ人がね、いっぱいいて、露店がいっぱい立っててさ、その賑わってるイメージがすごいんですけど、まあ、多分ね、レッドストーンの中で一番賑わってる街だったんじゃないかなと思いますね。うん。あそこ行けば大体人いるし、結構秘密の募集とかもね、あそこでやってたような気がしますね。てか今はどうなんだろう。どこの村というか街にいるのが一番
いいのかな。なんかダンジョンとかさ、追加されると、なんかそのダンジョンに近い、なんかその街がさ、なんか栄えるとか、多分あると思うんだよね。でね、このゲームの場合はどうだったかな。まあ、レベル帯によって、だいぶ行くとこ変わってくるんだけど、どんな感じだったかな。あ、リンケン来ましたね。まあ今も、おそらく、アリアンが、栄えてるのではないかと、まあ、もし荒廃してたらちょっと、これ悲しいけどね。まあ、もう10年経ってるし、そのみんなの集合場所というか、たまり場みたいのがさ、なんか変わってる場合もあるとは思うんですけれども、あ、あとね、ちなみに、これ今時間なんですけど、やってる時間。まあ、時間帯によってもね、人の多い少ないってあると思うんですけど、今は、4時。夕方の4時ですね。夕方の4時過ぎにプレイしております。で、ちなみに土曜日なんでね、もしかしたら、あんまり平日の夜中とか、平日の夜とかとあんまり変わんないかもしれない。まあ普通にログインしてね、露店開いてる人とかもいると思うんで、まあ今日のね、この時間帯なら、土曜の4時なら、まあある程度の、人はいると思うんですよね。で、出てきちゃったけど、あ、もう次っすね。次だ。次や。次で、アリアンに着きます。いやー、思ったより近かったっすね。思ったよりは近かった。けど、この砂漠のマップがちょっと長いな。やっぱね、絨毯あった方がいいっすね。うん。もしこれからやる方は、あ、なんか懐かしいな。まあね、これからやる方は、まあ、スフィアとか買う方もいると思うんですけど、まあね、あれ便利ですよね。テレポートできるし。あ、テレポートできたっけ？ちょっと忘れちゃったけど。と言ってる間に、はい、アリアンの方に着きますね、もう。ここ入ればもうアリアンです。はい。では、入ってみたいと思います。よいしょ。はい。アリアンに着きました。懐かしいけど、なんか、あれ？なんか音楽が違う。てか、レッドストーンすごい地下階に渡されてるけど。あれ？なんか音楽違くね、これ。音楽が全然違う なんか前は、てっ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 てみたいな感じだったけど、なんか、じゃん、なんか、ちょっとおとなしくなってんな。ちょっと見てこっか。あ、人いるね。あ、いるいる。あ、やっぱ露店はね、いっぱいあるね。でもこっちの方はちょっといないか。いや、いるはずだ。いや、左下の方か、いるとしたら。あ、いるね、人。あ、ちょっとなんか処理落ちしてきたから。ちょっともしかしたらいっぱい、お、いるいるいる。なんだこれ。すげえ。
あ、いますね、結構。ただ、なんとなく、琴の方が、なんか栄えてたような感じはしないでもない。けど、まあ、それなりに人いますね。まあ、中央市場の方行けばもっといるんじゃねえかな。あ、こっちじゃねえや。まあ、ちょっと時間が時間というか、あれだったんで、もうちょっと遅い時間にやれば、もっといたかもしれないね。ほら、いるいるいる。人いっぱいいる。ああ、いるね。じゃ、ちょっとアリアン来た記念に、ちょっと、なんかやってこうか。俺も露店を出すか。これ出せるかな？上の方だったら。うわ、なんだこれ。めっちゃ人集まってんぞ。こいつがなんかあんのか。この辺だったら出せそうだな。出せないか。あ、出せないね。あ、この辺だったら出せそうだ。よいしょ。名前変えたい。あれ、これ名前変えられなかったっけ？マジか。名前が変えらんねえや。販売するアイテムは心臓にしよう。20億。20億の金のインゴット。金のインゴットってなんだ？ゴールド。いや、金のインゴットにしよう。あ、変えられる。はい、というわけで、こんな感じで10年ぶりっていうことで、売ってるものが、心臓16秒、16秒はあんまり強くなかったと思うんですけど、20億金のインゴットで売り出してるんで、ぜひ買ってください。てか、金のインゴットってなんだろう、わかんない。 はい、というわけで、まあ、今回ちょっとアリアンをね、まあ、アリアンに向けてか、ちょっと移動して、まあ、アリアンの中の様子をちょっと確認してみたんですけど、まあね、ちょっと時間帯が悪かったかな。今、4時半。で、まあ、もうちょっとね、遅い時間だったら、もっと多分人がいると思うんで、まあ、今日土曜日とはいえ、まあ、この時間帯だとちょっと、まあ、いるにはいるんだけど、まあ、少ないかなと思うんで、もしね、これから復帰考えてる方で気になるって方は、もうちょっと遅い時間にログインしてみた方がいいかもしれないですね。はい。では、今回はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。また、レッドストーンの方もね、なんか気になることとか、あればコメント欄に書いていただければ、まあ、こちらでちょっと検証、まあ、できる範囲で、やっていきたいと思います。なんかちょっとね、ダンジョンとか、一定とかだと、かなり難しくなってくるかもしれないんですけど、まあこういったね、この街道とか、まあなんかの相場調べてとか、あとなんだろう。まあそういったことですかね。まああれば、ご要望いただければ、まあちょっと動画にしてアップさせていただきたいなと思います。はい。では、こちらの動画、まあ、面白いなと思って
った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では今日はこんな感じで終わらせていただきます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。